第4章、令和2年度の電気事故についてご説明させていただきます。そもそも法令上報告が必要になる電気事故とはということですが、電気関係報告規則第3条に定められているものが対象になります。電気関係報告規則第3条では、電気事業者の起こす供給支障なども含めて、1号から13号までに分けて規定がされています。そのうち自家用で主に報告が必要となる事故は以下の4つあります。次のページからは4タイプの事故について、それぞれ報告のポイントなどを説明させていただきます。まずは波及事故について説明いたします。自家用電気工作物の破損等により電気事業者に供給支障を発生させた事故ということになります。これが年間の事故件数のうち一番件数が多く、報告のあった事故件数の6割から7割を占めております。報告の判断基準としては、電力会社側の自動再配路が成功した場合は報告対象外になります。自然現象に起因する事故は商法の対象外になります。ただし、24時間以内に速報として監督部に報告が必要ということになります。そして商法は対象外になりますが、自然現象に起因する事故であることの確認のため、主任技術者による見解書の提出が必要になるということにご注意いただければと思います。次に、一番起きてほしくない事故ですが、感電死傷事故になります。これは電気工作物による感電、電気工作物の破損や誤操作等により人が死傷した事故になります。感電はもちろん、アークによる火傷や電撃でびっくりして尻餅をついて骨折してしまったという場合も対象となります。報告の判断基準ですけれども、1つ目に、死傷原因が電気工作物に起因することが明らかな場合、次に、治療を目的として入院した場合が対象となります。逆に言えば、検査入院、経過観察のための入院、もしくは入院すらしていない場合、例えば通院のみで治療を終えた場合などは報告対象外となります。次に、電気火災事故です。件数は少ないですが、発生するとニュースや SNS で取り上げられることが多い事故になります。電気工作物に漏電、短絡等の電気的異常が発生し、火災となった事故となります。自家用電気工作物であれば、低圧側やトラッキング現象なども対象となります。報告の判断基準ですけれども、損壊の程度が半焼以上の火災が対象ということになります。この半焼とは20%以上としておりますが、これは内閣府が公表している基準で、半焼イコール20%から70%とされていることを受けて20%としております。この焼損は電気工作物単体であったり、電気室だけではなく、事業場全体に対する建屋等の焼損割合のことを指しており、電気工作物のみ焼損した場合などは報告対象外ということになります。半焼以上かすぐにわからない場合もあると思います。そうした場合には、消防の判断を仰ぎ、報告対象か判断することになります。次に、主要電気工作物の破損事故です。これは発電所における事故の報告がほとんどで、需要設備についてはここにありますように、例えば電圧1万ボルト以上かつ容量1万 kVA 以上の変圧器、電力用コンデンサーなど、かなり大規模なものに限られるので、需要設備の事故としては件数は少ないです。報告の判断基準ですけれども、一昨年は太陽光発電所で台風19号の影響による事故が発生した際、速報の報告が告知後24時間を経過したものも多くありました。主要電気工作物の破損事故の場合、波及事故と違って自然現象に起因する事故であっても、速報商法の提出が必要となりますので、ご注意いただければと思います。最後に、平成28年4月に新たに報告対象に追加された類型になります。これまでにご紹介した事故には該当しませんけれども、社会的影響を及ぼした事故であれば報告対象になることがあります。
ここに書かれているような例の事故が対象になり得ますが、最終的にはマスコミに大きく報道されたかどうかがポイントになってきます。報告対象になるか、最終的には行政判断となります。もし報道がされそうだなといった事故が発生してしまった場合については、まずは監督部へ連絡、相談いただきたいと思います。自家用電気工作物の年度ごとの事故発生件数の推移です。令和2年度は148件の事故が発生しております。令和元年度に比べて17件増加しております。感電死傷事故は18件発生し、令和元年度に比べて8件増加しております。全体の事故件数が増加した上に、感電死傷事故件数も増加しております。また、1件の事故で複数の事故分類に該当する場合は、事故分類ごとに計上しますが、合計は1件として計上しております。令和2年度は、感電と波及に該当する事故が2件、主要電気工作物破損と波及に該当する事故が1件発生しております。令和2年度における波及事故の原因分類の内訳になります。波及事故の原因としては、保守不備が全体の約7割を占めています。故意過失とは、点検時の手順ミスや電気設備とは関係のない工事業者が引っ込み線を断線してしまったことや、主任技術者の試験手順のミス、機械操作誤りなどが対象となっております。電気設備の経年劣化に対応できていなかったという事故が多く、計画的な設備更新等ができていれば防げた事故がほとんどだと思います。次に、波及事故の設備別の事故割合です。高圧引き込みケーブルに起因するものが全体の5割以上になっています。これはパス・ UGS を設置していない事業場において、高圧引き込みケーブルが絶縁破壊を起こして波及事故になったというものがほとんどということになっております。次に、高圧引き込みケーブルの保守不備が事故原因だった事業場について、高圧引き込みケーブル絶縁破壊時の製造後経過年数についてまとめたグラフです。令和2年度はこのグラフのようになっております。例年、おおよそ製造後20年を超えると事故が増えてきており、我々としても20年を超えたものについては更新の検討をお願いしたいと考えております。このページからは波及事故の事故事例をいくつかご紹介いたします。一つ目は毎年変わらずの波及事故で一番多いパターンの事故です。この事業場は 6.6kV の受電電圧で事故現場としてはテナントビルになります。製造後29年経過していた高圧引き込みケーブルが絶縁破壊し、UGS が設置されていなかったことから波及事故に至った事故になります。管理技術者は直近の点検における絶縁抵抗値に問題がなければ、絶縁破壊に至る可能性はないと考え、経過年数を考慮してのケーブル更新の提案は行っていませんでした。そのため、設置者としてもケーブル更新の必要性はないものとして捉えていたとのことです。直近の絶縁抵抗測定において問題がなくても、劣化が急速に進行し、絶縁破壊に至るケースも発生しております。特に電気主任技術者の方は、設備の経過年数を踏まえての計画的な更新を提案するようにしていただきたいと思います。この事故は、物件のリニューアル工事を行っている際に、解体工事業者が高圧引き込みケーブルの配管を誤って切断し、パスが設置されておらず波及事故に至ったという事故です。この配管は過去の塗装により高電圧の表示が塗りつぶされていました。また、保安法人は工事の実施自体は把握していましたが、電気設備の工事の段階になっていなかったことから、高圧引き込みケーブルの配管に関する助言もできていない状況でした。解体・改装工事業者等が誤って高圧引き込みケーブルを切断し、波
火球事故に至ったという事例は毎年発生しており、令和2年度は2件発生しております。電気主任技術者は工事業者と工事の工程、内容について打ち合わせを行っていただき、的確な助言、指導を行うようにしてください。また、普段から設置者に対しては、電気設備の工事に関わらず、工事を行う際は一報してくれるようにお願いをしていくことが重要かと思います。次の事例ですけれども、年次点検の際に、停電作業の後、管理技術者が短絡設置器具の取り外しを失念したまま、復電のためにパスを投入し、短絡が発生しました。パスは制御電源が喪失状態であったことから、自動解放されず、波及事故に至ったというものです。管理技術者は、点検終了の間際に雨足が激しくなってきたことで焦ってしまい、復電に必要な手順を失念してしまいました。波及事故のみならず、人身事故にもつながりかねない危険な事故だと思います。今一度基本的な作業手順や安全確認の方法について、あるべき姿を初心に戻り考えていただきたいと思います。若手ベテランの方に関わらず、この機会にぜひご自身の普段の試験手順にこういったリスクが潜んでいないかご確認をお願いいたします。波及事故における設備ごとによくある事故事例をまとめたものです。高圧引き込みケーブルにつきましては、自然劣化等により絶縁破壊、高圧区分開閉器もなく波及事故になってしまった。また、主任技術者に連絡なく工事等を行い、ケーブルを切断してしまった。という事故が多くありました。パスについては、雷サージ、水分侵入等によりパスが爆発してしまった。VCB や LBS については、自然劣化または湿度が原因で波及事故になったという事例が多くあります。波及事故の防止対策についてまとめたものになります。まず、パス UGS は設置をお願いします。次に、ケーブル更新の際は、水取り耐性のある EE タイプケーブルへの更新をお願いします。キュービクルの風雨対策もお願いいたします。キュービクル内への鳥獣等の侵入対策もお願いいたします。穴が開いている部分はシール材で塞ぐ、大きな通気口はパンチングメタルで穴を細かくする、錆からの破損を防ぐため錆補修は定期的に行う、また高圧充電部には相関・絶縁バリアを取り付けることも有効な対策となります。監督部では波及事故を起こした設置者にアンケートをお願いしております。まず、管理技術者等とのコミュニケーションについてですが、赤枠で示す通り、点検記録の受領説明・意見交換まで行っていたが 46% ありました。一方で、波及事故のリスクを十分理解・認識していたという設置者は 27% まで下がり、聞いたことある程度、事故が起きて初めて知ったが合わせると約7割になるという結果です。普段から設置者には、事故のリスクを十分に伝えていただくようお願いいたします。少なくとも初めて知ったというのはゼロに近づけていただければと思います。次に、波及事故対応での損失金額についてです。一番多いのは100万円から300万円。高圧引込みケーブルの更新、パス、UGS の設置を行うと、大体この金額になるということです。ただし、そこに営業損害や賠償費用が加わると、300万円から500万円、500万円以上となってくる場合もあります。波及事故は周辺の需要家に迷惑をかけるだけでなく、こうした金銭的な損害が発生する可能性があることを設置者にはご認識いただければと思います。次に、感電死傷事故の月別発生件数です。平成30年度が16件、令和元年度は10件であったのに対し、令和2年度は18件と増加傾向です。
また令和2年度は関電死亡事故が1件発生しています。関電死傷事故は例年5月8月に比較的多く発生する傾向があります。8月は暑さのために注意力が落ちてしまう、保護具をつけずに作業してしまう、あと汗もかいており感電しやすい状況が揃っています。5月については令和元年度は3件発生し、令和2年度は0件でしたが、気温の上昇する7月以降は毎月感電死傷事故が発生しています。一概には言えませんが、体が暑さに慣れていない中でそのような状況になると事故につながりやすくなるのかもしれません。くれぐれも暑さにはご注意いただきたいと思います。令和2年度に発生した感電死傷事故について、事故時の状況と被災者の属性をまとめたものです。電気設備の点検時において保安従事者の感電が8件、建物工事や電気設備の工事における感電が7件、その他が3件となっています。次ページ以降、令和2年度に発生した感電事故の事例についてご紹介させていただきます。まずは電気主任技術者が感電し死亡事故となった事例です。電気主任技術者が月次点検の際、変圧器の明板の写真撮影をするためにカメラ機能付きのタブレット端末をキュービクル内の前面に設置されているアクリルパネルの隙間から差し入れたところ、LBS に誤って右手を接触させ感電し死亡事故となりました。被災者の所属する電気保安法人の規定では、変圧器等の明板確認及び写真撮影は年次点検等の停電時に行うこととされておりましたが、被災者の独断による作業を行ってしまいました。また被災者は保護具を着用しておらず素手でした。日々の業務の中で PCB 含有電気工作物の調査などのために明板の確認をする場合があると思います。設備に近接する作業は必ず停電等の安全確保をした上で実施してください。次は作業者が感電した事例です。管理技術者と点検補助者の作業者の2名で年次点検を行っていました。点検前の停電作業において、管理技術者は作業者が UGS のリレー試験の決戦を始めている様子を見て、作業者がすでに UGS を開放し停電中であるものと思い込んでしまいました。その後 LBS 付近での作業を始める前に検電を行ったのですが、本来 LBS の1次側で検電すべきところを間違えて2次側で検電してしまったため無電圧と確認してしまいました。この時 LBS は開放状態でした。以上の状況により、実際には LBS の1次側が充電中でしたが、無電圧だと勘違いした状態で作業者が LBS のバリア取り外しを行っていたところ、1次側充電部に触れて感電負傷してしまいました。点検開始前に作業手順の確認を行うことが重要です。作業中もチェックリストの活用や指差し確認等により安全確認を行ってください。次は工事関係者がアークにより負傷した事例です。テナント内装工事を行っていたところ、内装工事の作業員が電力量計を滑線にて作業し短絡させ、アークにより火傷をしました。工事の着工前に管理技術者からは停電工事の指示を出していましたが、工事業者はその指示を無視して滑線にて作業を行いました。さらにこの作業員は工事に必要な資格を所持しておらず、無資格での工事でした。滑線状態での作業は非常に危険です。必ず停電の上で作業をしてください。また作業者が電気工事に必要な資格を有していることを事前に確認してください。最後に設置者の従業員が感電した事例です。事業上の職員が
絶縁不良箇所の改修工事の見積もりのため、工事会社の事前調査の立ち会いをしていました。工事会社が充電中のキュービクルの扉を開けて、全面アクリルパネルを取り外し、内部の写真を撮影しました。その後、被災者の事業場の職員も内部の写真を撮影しようとして、キュービクル内に上半身を侵入させたところ、充電部に接触して感電事故となりました。この時、工事会社は被災者から目を離していました。また、調査のためにキュービクルを開けることについて、電気主任技術者に連絡はしていませんでした。キュービクルの扉は電気主任技術者の許可なく開けないようにしてください。また、電気設備に関することは些細なことであっても、必ず事前に電気主任技術者に相談できるよう、普段から設置者と電気主任技術者がコミュニケーションを取ることが重要です。感電死傷事故の要因をまとめた図になります。感電死傷事故の要因としましては、主に手順不良、工具・防具不良、過失、準備不足など4つありますが、実際は1つではなく、複数の要因が重なって事故に至ることが多いかと思います。例えば、KY ミーティングを行わず、停電しているだろうと防具をつけずに予定外の行動をして感電してしまった場合など、準備不足のため工具・防具不良により事故となった場合があります。感電死傷事故の防止対策として主な項目を説明いたします。1つ目、停電計画を作る際は余裕を持って停電範囲、停電時間を取っていただくようお願いします。これがないとどうしても焦ってしまい、予定外行動などにつながってしまいます。2つ目、設備・作業者の安全対策。特に夏場でも保護具の着用はしっかりとお願いいたします。3つ目、設備・作業の管理。電気室・キュービクルの鍵の管理はしっかりしていただき、誰でも使える状態ではないようにお願いいたします。4つ目、マニュアル類・手順。ベテランの方でもうっかりミスは起こり得ますので、チェックリストの活用などは有効かと思います。5つ目、教育訓練。今まで申し上げたような対策をしっかり教育訓練いただくことで、事故の未然防止につなげていただくことが重要かと思います。設置者の方向けに、点検時などの停電をお願いする際にご活用いただけるパンフレットを作成しています。監督部ホームページにアップしていますので、ぜひご活用ください。電気事故が発生したら具体的にどうすればよいかということをご説明いたします。電気事故が発生したら、まず速報を監督部にご連絡いただくことになります。まず報告のタイミングは事故を覚知したときが起点となります。ほとんどは事故が発生したタイミングと同じになりますが、例えば電気火災で半焼以上かどうかわからない場合は、消防から半焼以上と判断があったときが覚知日となりますし、感電死傷事故で被災者の状況が通院なのか入院なのか、入院理由が検査入院なのか、過料のための入院なのかなど、状況がわからない場合は、過料入院と判明したときが覚知したときということになります。そして速報は覚知したときから24時間以内に監督部宛てにご連絡をいただくことになります。連絡先は発電設備と需要設備で分かれていますのでご注意ください。また速報の様式は監督部ホームページに掲載しておりますのでご活用ください。次に覚知日の30日以内に消報をご提出いただくことになります。提出時は報告書本体のほか、事故状況のわかる写真、単線血栓図、構内図、月次点検、年次点検の記録、過去3回分の持参をお願いします。
次に令和元年度から運用が開始された商法作成支援システムについてご紹介いたします。本システムは事故を起こした事業者が商法を作成する際に入力内容を漏れなく適切に入力ができるようにするためのシステムです。商法提出時は本システムを活用して作成した様式本体をプリントアウトして持参してください。また別途電子媒体も CDR かメールにて提出をお願いしております。事故が起きてしまった場合には二度と事故が起こらないよう再発防止策を検討いただきます。この再発防止策の検討が不十分な方が多く、要は再発が想像できてしまうということです。1の事象確認は誰でもできています。ケーブルが絶縁破壊し地落したから波及事故になったという感じです。2の原因究明ができていないことが多く、ほとんどの方の検討が不十分です。この部分が間違っていたり根本的な原因でなかったりすると是正処置も誤ってしまいます。3の応急処置は被害拡大を防ぐことが目的となるので迅速性が求められます。4の是正処置は2の原因究明で特定した原因を取り除くための再発防止策を施すということです。そして最後にその効果を確認します。4の是正処置がまともに機能しているかを評価して、機能していなかったら意味がありません。我々は商法提出を受ける際、重点的に確認させていただいているのは、原因と再発防止策を見させていただいております。ここで波及事故の商法提出の際によくある原因と再発防止策の例を記載しております。このスライドの原因のところには、高圧引き込みケーブルが絶縁破壊したですとか、パスが設置されていなかったなどの事実のみが記載されています。なぜそうなったのかということが記載されておりません。これだけですと、ここに記載した内容が不足していると考えております。原因究明が不十分ですと、再発防止策も一時的な対策しか立てられないということになります。なぜパスが設置されないままになっていたのか、もしくはなぜ高圧引き込みケーブルが絶縁破壊に至るまでになってしまったのかなどを、特定してご記載いただきたいです。その上でその対策を記載していただくことも必要と考えております。原因特定の方法の例として、ロジックツリーをご紹介いたします。例えば、ケーブルが絶縁破壊したという事象に対しても、なぜそうなったのか、なぜ劣化したものを使い続けたのか、なぜ点検結果を設置者に経年劣化が進んでいることを伝えられなかったのか。ということで、なぜなぜと繰り返して原因を特定することが重要ということです。さらに原因を追求していくと、劣化が発見できなかったのは点検方法が不適切であったから、交換推奨時期を通知していなかったのは経年機器更新の必要性について認識が不足していたからなどであることがわかります。今後電気事故が発生しましたら、十分に原因を究明していただき、その対策を実施していただくようにお願いいたします。最後にハインリッヒの法則をご紹介します。これは一件の重大事故が発生した場合、その重大事故は単独で発生するものではなく、それまでにヒヤリハット事案が300件、軽微な事故が29件発生しているという法則です。普段保安業務を行っている際も、法令上の報告対象にはならないまでも、軽微な事故やヒヤリハット事案は経験された方もいらっしゃると思います。重大事故を未然に防止するためには、普段からこうした事案をしっかり原因特定し、再発防止を行っていただくことが重要かと思います。